はい、皆さんこんにちは、池田です。前回の動画で、ちょっと実証実験をしようというのをやってまして、でその時に何を実験するかというと4アイテムの、使い心地、実際に使ってみてどうなのかっていうのをちょっと走ってですね、ガイドしてみて試してみたと。でそれが、どうだったのかというのを今回の動画でまとめていこうと、思います。でその4つっていうのはこのバーチューブですね、バーテープにチューブを巻いたこいつで、グラベルキング SK っていうファナレーサーのタイヤですね。ブロックはこんな感じのパターンです。でそれによいしょ、風呂敷ですね。サドルの下に風呂敷をちょっとつけてみたんですけど、これは一体どうかと、自作で風呂敷を作ってみてどうだったのかっていうのをいうやつですね。であとはよいしょ、サンダルです。サンダルで自転車用って意外とありなんじゃないかなというので、いろいろ走ってみて、撮ってみました。でそれが一体どうだったのか。で実験したのはヒルクライムとグラベルロードとトレイルライドですね、オンオフ全部ひっくるめてやってみたと、その結果をご紹介します。では行ってみます。はい、ね、ではまずバーテープ、バーチューブですね。オフロードに行った時にこの左側にですね、泥をもうべちゃべちゃに塗って、その後どうかっていうと、あの劣化なしです。もうつけて今2週間半ぐらい経つんですけども、特にベタベタしてくるっていうこともなくて、劣化もないで、さらに握り心地が良い。なんか最初より柔らかくなった気がします。ここにある巻いてる時のこのチューブとチューブの間に来る段差ですね、段差もちょっと少なくなったような気がします。で、水で泥がついたらですね、水でスッと流れるっていうのと、あと穴が開いたバーテープのようにですね、中にこう入り込んでしまうということもなくて非常にいいです。ただまあ泥がついた時はもう結構滑ったんですけど、水でスッとやったり泥を取ってしまったらすぐにこうグリップ力が回復するという感じですね。で今回は、ロード用チューブ、シュワルベのロード用チューブで、23から 28C のチューブを巻いてます。でこのチューブまた別のメーカーになるとおそらく握り心地が変わるんで、今回はこのシュワルベのチューブで試してみた結果という感じですね。で何回か転んでますトレイル行った時に何回かこう自転車が倒れたりですね、実はしてるんですが、まあチューブだけあってですね、頑丈ですね。破れた形跡もなくて、これも泥がついてるんですけど一瞬でこう流れ落ちちゃうという感じですね。今のところ対してこの、まあ、欠点が見つかりにくいというか、一つはまあ武骨すぎるという感じですかねチューブただ巻いてる、仮として実は巻いただけなので武骨すぎてるんですが、それ以外は特に意外と使えるやんけと。でコメントでいただいたんですけど、ストラバの KOM でいろいろ走ってる人がですね、意外とこれ使ってるみたいで、かなり走り込む人も実は裏でペラッとこう使ってたりですねするらしいです、意外と。はい、というのがこのバーチューブですね。はい、じゃあ次いきます。はい、次自作風呂敷、サドル下風呂敷です。これどうだったのかというと、グッと良かったです。でただですね、1回走ってる時にここが緩んできてしまいました。中に携帯工具、カメラのスタンド、あとペットボトルとか入れてですね、もうちょっとこうドカーンと大きくなってたんですけど、結び方が甘かったのかちょっと緩んできました。で、防水性のある生地だと思ってたんですけど、意外と中まで浸透、水がですねつくと、浸透してきてたので、生地をちょっと、見返す必要があるかなと思いました。こいつはですね結構頑丈なんですけど分厚いんですね。で風呂敷の使い方として、
この縛るとかくくるというのが結ぶとか、そういうのが出てくるので、生地がごついとそれがやりにくいと、いう感じです。で、このサドルのレールの下に、生地を通してるんですけども、ここもですね、あまりこうごついと通しにくいというのがありました。で、今このレール2点左右で止めてるんですけど、ここもですね、一緒にシートチューブも結べたらさらに固定力が上がるかなとも思います。なんでこの端っこのところも、例えば、Y の字にバサッと切ってあげて結べるようにしてあげるとか、そもそも風呂敷の包み方をこう工夫してあげるのかすれば、ちょっとは、変わるかなと、今考えています。ただこのレール2つだけでもですね、かなりの固定力があるので、これだけでも実際使ってみて、左右に触れるっていうこともなかったんでね、意外とこれでもいいのかもしれないです。まあ、ただ今回見つけたのは生地がちょっとごつすぎるっていうのと、結び方、ほどけないように何か工夫する必要があるというところですね。使い心地は非常に良かったです。縦方向、横方向にするとこう膝が当たってしまうんで、膝じゃない、太ももが当たってしまうんで、こう縦方向にですね、縦、下と後ろにどうやって荷物をこうくくりつけていくかというのが問題かなと。で、結局これ横からギューッと最後ですね、ギューッと縛るので左右がこう縮むんですね。なんで漕ぎやすくなります。下で結ぶ方法であれば、自然にですね、なっていくという感じです。で、タイヤですね。タイヤ、次はタイヤ、グラベルキング SK パナレーサーの 1.9 なんですけど、 27.5 の 1.9 幅、非常にですね、実は調子が良くてびっくりしました。もう少し僕滑ると思ってました。トレイル行ってズリズリに滑っちゃうと思ってたんですけど、めちゃくちゃいいですね。舗装路も軽めにクリクリっといけたので、おそらくこの特徴あるこの四角いですね、ブロックが並んでるのが効いてるんかなと思います。グリップ、舗装路、こういう路面でのグリップ目も良くて、さらにトレイルも良くて、めっちゃいいやんってなりました。さすがグラベルという、グラベルキングという名前がつくだけあるなと思います。なかなか僕の中では今のところ欠点が見当たらないぐらい、非常にいいタイヤです。サイズもですね、これ、ロードプラスサイズでよく使われている、こう27.5 の、1.9、48mm 幅ぐらいなんですけど、これでも非常に走りが良くて、なかなか耐久性もあって、まあ、すごいなと思いました。ほんでコスパもいいと、結構僕は今ベタ褒め中のタイヤですね。本当に良かったんですよね。で、まだ今こいつのですね、対抗馬というか気になっているタイヤで、そういうのもいろいろ他にもあるので、それと比べてみて、この良さを、また実感できればなと思ってます。はい。で、次サンダル4つ目、サンダルですね。サンダルもコツが分かりました。舗装路走ってるときはちょっと緩めでもいいんですけど、オフロード行くときはちょっときつめ、普通の 1.3 倍ぐらいの、きつめで縛れば、このなんていうかな、サンダルと、の素足の間に枝が入ってきたりですね、途中走ってる時にグリッと抜けたりとか、そういうのも一切なく、ピタッとこうトレイルランとかですね、しっかりしたサンダルだったら足の素足にピシャッとこうついてくるので、そこがですね、非常にいいかなと思いました。はい。で、この泥がですね、つきにくいペダルと組み合わせると、なおかつここにスパイクのようなですね、サンダルの下とこうくっつくような機構があるやつだったらよりいいかなと思います。はい、こんな感じです。あ、最後にあれですね、サンダル
素足だと滑らないかという質問がコメントであったんですけど、しっかり縛ればですね取れらんよとか、ああいうサンダルだったら全然大丈夫そうですね。はい、ということです。はい、ということで、今回試した4つのアイテム、バーチューブとサドル風呂敷と、サンダルと、よいしょ、サンダルで、タイヤですね、グラベルキングのタイヤのご紹介でした。で今回はヒルクライムですとかグラベルロードですとか、トレイルライドで、試したんですけども、もうちょっとですねいろいろ使い込んでいこうかなと思います。で今度はですね、ロングライドとかで、1回ですね使ってみて、舗装路をずっと走り続けたらどうなるかとかですね、そういうのもやっていければなと思ってます。サドル風呂敷はですねもうちょっと、改良するところがあるかなと、もう次の改良も考えているのでそれを試してみようかなと思ってます。はい、ということで今回は、実証実験してみた4つのアイテムについてその結果発表というところでした。はい、それではご視聴ありがとうございました。